東海アルミ箔株式会社は、神奈川県横浜市に本社を置く、非鉄金属メーカーである。明治後期、電灯とガス等との競争に加え、ガス会社同士も競争を繰り広げていた。ガス海洋の円管製造大手の日本円管は主に、千代田ガスに卸ろしており、ライバルの東京ガスでは、新たな円管メーカーの設立が求められていた。その頃、横浜電線の技術者であった。 八つ平次は、同社が小賀工業に買収されたことを機に、電線会社と、円管会社の設立を考えていた。東京ガス取締役の渡辺福三郎は、八つの企業と東京ガスを結びつけ、1911年11月16日に、東京ガスや東京渡辺銀行、旧横浜電線関係者などの出資により、横浜市神奈川町和座新町に、 東海円管株式会社設立。しかし、同業他社との競争に加え、ガス管に鉄管が使われるようになり、事業の見直しが求められた。対象に入り、三段の製造を始めたが、品質上の問題があり、成果は得られなかった。一九百十三年、東京高等工業学校教授の手島聖一の、勧めにより、茶箱の内側に貼る薄い円板と鈴箔の製造を、 始める。茶なまりと鈴伯は1915年に東京で開かれた国産博覧会に出品し、公表を得て、区内庁御用多種となった。その後新町の工場が手狭になり、1918年に神奈川町技不課長に新工場を完成させた。1921年には大蔵省専売局より、タバコ放送用の鈴伯を受注している。 世界で初めてロール圧縁方式によりアルミ箔が製造されたのは1910年のスイスのネヘール社で日本には1923年頃よりスイスから輸入された菓子類の包装として出回るようになった東海縁管は1930年にドイツのシュミット社より圧縁機を購入し日本初の機械圧縁によるアルミ箔の製造に成功 翌1931年3月より本格生産を開始した。専売局が1932年に発売開始したタバコ、暁カは1933年春より放送を鈴白からアルミ白に変更。これはタバコ放送に日本で初めてアルミが採用されたものであり、全量が東海炎管より納入された。1939年には、 将来の業務拡大に備え、江北区豆戸町に工場用地を取得した。第二次世界大戦が始まると、アルミ箔は不要不急品とみなされ、地金の配給停止の懸念が生じた。東海園館と同業の小賀電工、住友アルミニウム、日本製箔の4社は1938年にアルミニウム箔用原料配給混和会を結成し、 民需用アルミ箔向けの原料の割り当てを当局に働きかけた。専売局の支援もあり、割り当てを確保できたが、戦争の長期化によって1939年9月にはアルミの使用制限措置が取られ、鈴箔やタバコ包装に使われるようになったパラフィン紙の製造を行うようになった。百四十一年、商工省は軽金属加工工業整備要項を打ち出した。 この整備案では、東海園館、日本製白、小賀電工の製白部門の統合を、住友アルミと高田アルミニウム製作所の統合により二社体制とすることを図った。後者の統合案は住友が高田の生産設備を買収し実現したが、古川の圧延機を合併会社へ持ち出すことは、軍が難色を示し、東海、日本製白、小賀の統合は、破談となった。 その後、商工省は、東海炎管と日本製白の合併を勧告した。これは事実上日本製白を消滅させる内容であったため、同社は、同白の納入先であった大阪造兵省を通じて、陸軍省に訴えかけ、最終的にこの合併は行われなかった。1943年12月、東海炎管株式会社から、東海金属株式会社に社名を変更した。 1944年6月、専売局は、暁の製造を中止し、アルミ箔の納入先が途絶えた。同じ頃、軍部からの要請により、金属箔のリボンを巻き、軍用機を電波単身儀の探知から格乱する、電波妨害編の研究を行った。1945年5月29日、横浜大空襲を受け従業員3名と、 学徒1名が死亡、工場の大半を失った。同年8月31日付で、従業員150人全員を一旦解雇し、翌日に、事務員10人と技術者30人を再雇用して、事業の再開を図った。1946年4月に、円管、1948年11月に、コンデンサイオウセハクの生産を再開。 1949年6月には日本船売公社よりタバコ包装用アルミ箔を受注した。1965年には港北区豆戸町に菊名工場を完成させ、タバコ包材を除く生産設備を付加町の本社工場から移管した。1971年11月、神奈川県茅ヶ崎市の工業団地に用地を取得、翌1972年12月に、 白の加工を行う茅ヶ崎工場の創業を開始した。圧縁工場についても、用地の選定を進め、横浜市金沢区の埋め立て地、戸塚区の下水処理場用地、御殿場市の工業団地などが検討されたが、筆頭株主であり、原材料の取引関係がある日本系金属、蒲原製造処理施設の有給地への進出を決定。1972年8月に、 用地売買契約を締結し、1973年7月に、神原工場が竣工した。菊名工場隣接地には、東海金属全額出資で設立した東海、不動産により1972年より、東海菊名ボーリング場が開設されたが、ブームに乗れなかったこともあり1976年に、撤退。同時期に、工場自体も閉鎖され、土地は、 熊谷組に売却された。1989年秋、昭和アルミニウムとの接伴出資により、東京、門前中町にアルファミック株式会社を設立、アルミホイルなど台所用品の販売を開始した。紙製の刃を採用したパッケージはアルミホイルで初めてエコマーク商品に認定されている。2002年4月に東海アルミ箔が、 昭和電工の持ち分をすべて取得し、100%子会社とした。1980年代後半のバブル景気では、同社も株式投資など在宅を行っていたが、バブル崩壊がこれを直撃した。1991年3月期決算では、営業利益14億8000万円に対し、金融収支の赤字は16億円に上った。長期借入金は、 年間売上高の1.7倍に相当する320億円に達し24億円余りの金利負担は本業ではまかなず東海プラザの不動産収入で過労じてしのげる状況であった。これと愛前後し1991年10月に東海金属株式会社から東海アルミ箔株式会社に社名を変更した。 1993年3月期には23億4000万円の計上損失を計上し、自主再建を断念。日本系金属に全面的な支援を要請した。コストダウンなどが功を奏し、2002年9月の中間決算ではおよそ17年ぶりの黒字を計上している。2005年3月、横浜銀行は23億円の再建放棄に応じ、 同年4月には99%減資を行って、資本金を約30億6000万円から約3060万円とした。同年5月には日本系金属が第三者割り当て、増資、横浜銀行がデッドエクイティスワップにそれぞれ応じ、債務超過を解消した。これにより、日本系金属の持ち株比率は18.7%から53.1%となった。 同じ2005年5月には東洋アルミニウムと包括的な業務提携を結んだ2007年5月日本系金属は株式交換により完全子会社化を決定株式交換発行日である同年10月1日に日本系金属は東海アルミ箔の全株式を完全子会社である東洋アルミニウムに譲渡したこれにより東海アルミ箔は 東洋アルミニウムの100%子会社で、かつ日本系金属の孫会社となった。2016年4月1日に、東洋アルミニウムは、東海アルミ箔を、吸収合併する予定である。かし、乳製品、医薬品、タバコなどの包装用アルミ箔、防水シート、電子部品材料などを製造する。アルミホイルやアルミカップなどの日用品については、 子会社のアルファミックを通じて販売している。旧本社工場跡は、イオン東、神奈川ニや神奈川公会堂、高層マンションからなる、東海プラザとなっている。付加調の本社工場は、東神奈川駅前に位置し、三方を横浜新道、第二京浜国道、横浜上谷を道路に囲まれ、東側は、再生海神奈川県病院に隣接する立地条件から、 交通事情の悪化や公害規制により工場の存続は難しくなっていた。メインバンクの横浜銀行は横浜市住宅供給公社が空中圏を買い取る形で工場跡地に高層住宅を建設するプランを提案。公社との共同事業として計画を進めていたが1972年6月に公社の担当幹部に不祥事が発生し、 東海金属の単独事業として進めることとなった。再開発計画の名称について、社名の東海と企業、商店、地域住民が一堂に会する中心地のプラザを合わせ、東神奈川東海プラザと命名した。1974年1月には22階建て、マンション2棟、12階建てオフィス棟、4階建て、ショッピングセンターと駐車場からなる、 基本計画を決定したが、オイルショックによる建設費高等により、計画を大幅に縮小し、同年末に地下1階、地上22階建て高層棟、地下1階、地上5階建て低層棟、地上2階建ての高階堂の計算棟の建築に変更した。東海不動産は、東海金属100%出資の子会社のであったが、日本開発銀行からは、 外部資本の導入が融資の条件であった。1976年2月、東海金属のほか熊谷組と日本系金属子会社の日経不動産から各15%の出資により事業主体となる株式会社東海プラザを設立。同年4月に起工式を実施、約2年半の後期の後1978年9月に竣工した。低層には、 日や北陸銀行横浜支店が入居。高層棟はスカイハイツ東海の名称で、高さは78.7メートルである。低層棟は1994年1月、高層棟は1999年2月に経営再建のため神奈川商事に売却されている。ありがとうございます。